ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がマセラティクワトロポルテ、こちらをご紹介させていただきます。もう最初からすごいこと言っていいですか？はい。ギブリとクワトロポルテの見分けがつかなかったです。本当に？本当に本当にですか？似てないですか？まあまあ似てますよね。似てますよね。はい、似てますけど全然違いますね。ちょっと見分け方を、はいはいはい、見て、はい、ああそういえば結構違いますねっていう、はいはい、そういうレベルです。はい、ポイントはどこですか？ポイントはまあいろいろあるんですけど、はい、まあ、車がちょっと一回り大きい。あ、大きいですね。はい、全長が特に結構大きいですね。もう5メーター20ぐらいあるので、はいはい、あとちょっとしたちょっと衣装が、はい、テールランプとか、はい、まあ、もちろんヘッドライトとかもそうなんですけど、はい、この左右のダクトとか、はいはい、あとちょっとリアの窓とか、まあ、はい、そうですね、まあ、いろいろその辺を見ていきたいなと、はいはいはい、思います。はいはい、そして前回りからいくと前特に似てますよね。前似てますし、あとはそのクワトロポルテ2種類、まあ、グレードとしてはクワトロポルテ S、GTS、あとも4駆もありますので、はい、あ、そうなんですか。 S の4駆だったりとかってなります。その中でグレードと、あとは、まあ、この後期型って言いますかね、こういう形になってから、グランルスト、グランスポーツ、要はラグジュアリーバージョンとスポーツバージョンというのは2種類あります。で今回のはグランスポーツという形になりますね。なるほど。で一応こういうフロントバンパーとかが、まあ、ギブリと違うっていうか、まあ、普通のスポーツバンパーになっている部分がある感じですかね。まあ、衣装は全体的に似た感じで、こう特徴的なこのグリルと、はい、そうですね、はいはい、なんといってもこのエンブレムと、エンブレムというかこの真ん中のマークと、はいはい、そうですね、槍ですね。槍って言っちゃいけないですよね、これね。なんて言うんですか、これ正式名称がトライデント。はい、そうです、はい、正解でございます。よかったはい、あります。で、こっちもありですか？はい、こっちもありましょう。で、今回は、はい、ノーマルで仕入れて、はい、うちの方でドレスアップしました。あ、そうなんですね。そうです。じゃあ、新品カスタムですね。新品カスタムが施されてます、はい、なるほど、まあ、そういったところも紹介します。めっちゃ決まってますね。はい、はい、じゃあこちらは詳しいんじゃないですか、ツッチパフォーマンス。これはですね、BC フォージュの HC033 というデザインでございます。はいはい、リムが多分ブラッシュドブラックです。はいはい、デザイン的には新しいデザインになるんですか、これ。前からあるやつですか？ちょっと前ですね、うん、はい、でも人気あるやつですよね。そうですね、はい、もう安定というか、はい、もう定番のメッシュデザインの、はいはい、もうちょっとなんかこのマセのこのラグジュアリーな感じというか、はいはい、エレガントな感じにちょっとマッチしてますね。マッチしてる感じですね。ちょっとこの複雑なデザインが、はいはい、で当然オーダーホイールですので、デズラもバッチリで仕上がっております。はいはい、で車高は IID のスプリングで、はいはい、ローダーのスプリングで、はい、結構下がってますね。そしてブレーキもやっぱり大きいですね、はい、バトルポルテ、はい、なんかもう映えますよね。はい、で一応、まあ、オプションのカラードキャリパーですね。なるほど。レッドキャリパーになってます。あれ通常はこれ何色になるんですか？選ぶんじゃないですか。あ、そうなんですか。黒が多いですとかシルバーが多いですかね。はい、ちょっと赤入ってる感が、ブレーキ入ってる感がありますね。はい、すね、はいはい、そして横のこのダクトがギブリと結構大きく違うところなんですね。違いますね。あと今回これは塗ってます、黒く。あ、なるほど。はい、これはボンドボディの方で。あ、そうなんですね。塗らせていただいてます。通常メッキのダクトが。メッキですね。あとこのエンブレムも。なるほど。まあ、このね、この3つのこれはマセラティ特徴のあれですからね。なるほど。はい、じゃあもう全体的な車のいじり方としてはもうホイール以外のメッキを消してるっていう感じですね。はい、そうです、消してます、はい、ホイールがだから逆に目立ってますよね。そうですね、はい、そして横はこの辺も黒くなってます。黒くなってます。はい、なるほど。窓枠とドアノブと、はい、ドアノブとですね、はい、この辺変えるだけでも全然その白なんで逆に入る部分だと思いますので。そしてちょっとスポーティーさがアップしてますよね。はいはい、そうですね、はい、で後ろもこのエンブレムと、はい、ペントしてあると。そうですね。なるほど。でここが大きく違うんですよね、ギブリとクワトロポルテで。まあここは違いますね、はいはい、これがあるのがクワトロポルテなんですよね、はいはい、ここね本当は僕赤を入れたかったんですけどね。あ、なるほど。アクセントとして、アクセントとして、あの昔、今はどうなのかな、グランツーリズムなんかそうですけど、 S と S じゃないのってここに赤のあれが入ってるか入ってないか。そうなんですか。そう、変わるので。すみません、勉強不足でした。いや全然、はい、ただ後からそういうこともできますね。前つけた時にお客さんに言われたんです、はい、あれっつって外れたのをつけた時に、はい、赤いのついてないですかって言われて、いやグレードでやっぱり違うんだな。あ、なるほど。今は分かんないです。お客さんの方が詳しいパターンですね。パターンです。はい、まあ、そういったことも後からやろうと思えば、はい、おそらくできると思いますので、はい、お気軽に、はい、後ろもどうですか。
後ろこれコンケーブすごいですね。すごいですよね、はい、もうめちゃめちゃ逆反りの、はい、さすがな感じのが入ってます。結構太いですよね。いくつですか、2853021、はい、もう21インチが普通に履けちゃうっていう、はい、すごい車です。でも純正でオプションで21インチなんで、あ、オプションで21あるんですか。21入りますから、はい、だからもう別に極端に大きくしたわけではないですね。オプションのもうなんか車大きいからもう普通に21インチが、そうですね、はい、履きこなしてます、はい、だから乗り心地なんかも全然いいですよ。なるほど、はい、あ、そうか、サイズがオプションと変わってないんで、変わってないんで、まあ、大きくこう、はい、損なってない。そうですね、はい、で後ろもエンブレムだったりとか、はいはい、あとここの、はい、部分ですね。あ、ここのモールもそうなんですね。はい、モールもそうです。なるほど。あとはエンブレム関係を黒にしております。じゃあもう徹底的にメッキを、メッキは、はいはい、ブラックアウトして引き締まった印象で、そしてマフラーは当然の4本出しっていう、はい、ちょっとここぐらいなんかギブリと差をつけてくれれば分かりやすかったんですけど、はい、まさかのギブリも4本出しなんで、より僕を混乱させるっていう、はい、でもギブリも2本出しだったらちょっと寂しくないですか。あ、まあまあまあそうですよね、はい、うん、だテールランプの衣装なんかちょっと違うんで、まあそうですね、はい、まあ比べると結構違うっていう、はい、なるほど。いや、とにかく車大きいですね。迫力がすごいっす、はい、やっぱりその対象とするのは S クラス、 S のロングの、 S のロングだって長いんですよね。長いです、長いです、はいはい、そしてなんかこうデザイン的にというかすごく平べったい、はい、ワイド&ローをこう 地でいくような、はい、そんなデザインなんで意外に皆さんこんなに大きく感じないです。ああ、なるほど、はい、実写見るとめちゃめちゃ大きいですね。みたいな、びっくりしました、はい、そして中がもっとちょっと衝撃の広さですよね。衝撃ですね僕ちょっと後ろ衝撃受けました、はいはいはい、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、あ、もうトランクなんかさすがの広さですね。そうですね。じゃあお約束のゴルフバッグを入れさせていただきます。ズンって感じですか。もう余裕ですね。これこっち側カバーつけても全然余裕です、はい、あ、でもここえぐってないから。そうですね、ちょっとこう斜めにポジション取った方がいいですね、はい、フォーバックはちょっと難しいですね。倒せないです。倒せないです、ね、倒せないですね。じゃあちょっとそんなにすごくゆとりがあるかっていうとそうでもないっていう、うん、ただまあ一応ゴルフバッグなんかは多分カバーつけても全然余裕で入っちゃう、はい、そんなトランクです。はい、4バック難しいね、はい、4バックは難しいね。そうですね、まあ、2つもちょっとギリじゃないですか。まあそうですね、うまくやってもらってって感じですね。そしてこの下なんかの収納はある程度ある。あ、あ、一応スペアタイヤ、はい、え、珍しいですね。ん、今スペアタイヤ、まあ、膨らませるタイプですけど、うん、はい、いやでも そうですよ、マセラティは。それじゃあ中を見てみたいと思います、はい、でこの辺の高級車になるとちょっと気になるところではあるんですけど、はい、まずちょっとチェックしていいですか。あ、一応オプション最初に言っていいですか、はい、この後ろのこのボタンも一応オプションなんですか。あ、なるほど、ロックもついてるんですね。フロントは標準ですけど、はい、リアはオプションで。あ、なるほど、はい、そしてこの辺の車になるとどこでも止まる。あ、これ結構前からですよ。あ、そうなんですか、はい、でも車によっては結構な額の車でも止まらないやつあるじゃないですか、はい、要はこういうガクガクガクっていうのが。そうです、そうです、いや、もう結構前から一番最初なんだな、ベンツの CLS じゃないかな。どこでも止まるっていう、はい、なんかもうさすがですよね、はい、これはもう嬉しい、はい、今はもう高級車に当たり前についてる、はい、でも最近なんだっけな、最近撮った車あれついてないんだってのあったんですよね。本当に、はい、そしてただソフトクローズがついてない、ついてないですね、はいはい、ちゃんとそこは正直にお伝えしましょう、はいはいはい、まあ、正直欲しいところではありますけど、はい、まあまあそうですね、はい、まあ、そこはこのスタイリングと、スタイリングと、はいはい、このおしゃれさでカバーということで、はい、カバーしてください、はい、もう中に行きたいと思います、はい、中はもうさすがのおしゃれインテリア、はい、これカラーは何て言えばいいんですか。ワインレッドですね。めちゃめちゃおしゃれですね、はい、シートも、はい、ダッシュボードも。ドアから行きましょうか。ドアはこの上と下がこの黒いレザーで、はい、赤のステッチが入ってて、はい、で真ん中はこのしっかりワインレッドのレザーになってて、やっぱ最近、はい、まあ、好みもあるかもしれないですけど、今までって結構色違ってるのって、あ、色違うんだ、特別感ありましたけど、今色が違う方がいい、良くなってますよね。あ、なるほど、はい、そしてスピーカーが、はい、
ハーマンカード。ハーマン、はい、はい、標準です。あ、標準なんですね。標準ですね。なるほど。はい、その名もついてると。そしてダッシュボードとかもシートめちゃめちゃおしゃれです。カーボンのパネルが大きく入ってて、しかもカーボンのパネル端から端まで全部つながってんじゃないですか。そうです。これはオプションですね。ハンドルなんかもカーボンハンドルはこれオプションになります。これなんか部品でとてつもない金額しそうな気がするんですけど、ダッシュボードのこのパネル、そして上のダッシュボードのところも全部レザーでステッチが入ってて、はい、あとはそのステップというか足のアクセルのところとフットレストのところとかも全部そういう風に、はいはい、なるほど。ペダル豪華ですね。豪華です、はい、内装豪華なんですよ。かなり豪華です、はいはい、センター部、そしてシートがなんかおしゃれ、はい、だからそのなんて言ったんですかね、まあ、S クラスと比較しちゃいけないです、まあ、例えば今でいう A8 と新しい A8 とかと比較しちゃうとちょっと寂しい感じはありますけど、至ってシンプルな感じでそういう作りになってると思いますね。もうとにかくおしゃれです、はいはい、ちょっと乗ってみたいと思います。しっかりスカーフプレートにはマセラティのカーボンのプレートがついております、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。知ってますこの鍵いくらか。知らないです。いくらするんですかこれ。これ17万円です。本当ですか。そうです。17万聞かないな。18万。まあちょっとね養生してますけど、はい、鍵をなくしちゃうと18万、まあ20万コースです。本当ですか、はい、大事な使ってください。これでもこの鍵になってだいぶ高級感アップしましたね。ありましたけど、はい、先代のあのジャックナイフの青い鍵からかなりグレードアップしましたよね、はい、これ20万円近くするんですか。20万近く。いや、まあ、登録料とか入れてですよね。入れてですね、はい、物で多分17万とか18万ぐらいします。そしてかなりこう重量があるというか、はいはい、重たい鍵です。マクラーレンとかは30万とか20万とかしますか。そっちの方が意外ですね。意外です。マクラーレンあのちっちゃいこの平べったいめっちゃ軽いやつですよね、はいはい、でもこれはなんとなくこう重さ的にも、はい、まあ、高い鍵だろうなっていうのは分かります。なるほど、まああのね、必ずスペアキーあるかどうかっていうのは重要なポイントなんですね。重要なポイントです。なるほど。そして中はで、なんかステアリングなんか大きくないですか。そうですか、はい、なんかステアリング大きく感じます。そんな感じはないですけどね、はい、内側とこのステアリングのこのスポークと上が全部カーボンって、ここカーボン珍しいですね。なんかつながってカーボンって、ね、はいはい、ここカーボンはもう、はいはい、定番じゃないですか、でまあまあここもあるよねって感じじゃないですか、はいはいはい、ここからここの流れはちょっと珍しい感じですね。で特にセンターワーキングとかはないんですけど、なんかちょっと凝った感じのデザインで、そしてここと外側がパンチングなんですね、はい、そんなデザインになっております。そしてパドルこれ標準ですか。でかいですよね。でかいですね、うん、カーボンのパドルが、はい、ついております。そしてこれはやっぱりフェラーリみたいにハンドルについてこないタイプですね。そうですね、はい、固定の、はい、そのカーボンもオプションですよね普通は。あ、なるほど、はい、そしてこの辺も至ってシンプルな感じで、はいはい、シンプルですね。そしてメーターはブルーの、はい、ちょっとマセラティらしい感じの、はいはい、ロゴも入っているそんなメーターになってます。針もこれおしゃれですね。おしゃれです。こっちのメモリもかなりおしゃれな。でこの真ん中が液晶が出るタイプでしょうか。そうですね、はい、ちょっとオンにしてみましょうか。あ、なるほど。アウトルポルテ、まあね、デビューしてから結構年数経ちますけど、はい、そこら辺は変わらず。なるほど、はい、表示関係はこんな感じ。え、タイヤンプレッシャーとかも全部ついてますよ。なるほど。ドライブモード、ドライブアシスト、なるほど。この辺一通りついてこんな感じになっております。そしてスイッチ関係はもう定番のライトのスイッチ、はい、スタートストップ、はい、ついております。そしてここ変わらないんですね。変わらないです、はいはい、しっかりついてる、ね、はい、本当にこれ先代もついてましたよね。ついてます、はい、こんなのもついてると、はい、あ、全部この辺もやっぱりレザーなんですね、はい、高級感がすごい。そしてナビは割と大きめのモニターのナビがついております。はい、この形に なって、はい、まあ、良くなりました。なるほど、はい、先代はちょっとあの、はい、ベントレーと同じくナビ問題が、はい、そうですね、はい、ありましたよね、はいはい、アルパイン製のナビでしたっけ。そうですね、先代は、はい、ちょっとそれが無理やりくっつけた感が、はいはい、
ありましたんで。ただ新しくなってからはカープレイとか、はい、アンドロイドオートとか、はい、まあ、その辺一通り使えるんで、まあ、本当に普通の車のように困らず使えるんじゃないかなって。そうですね、TV うるさいですよ。ちょっとじゃあかけちゃいます。そしてかけてもなるの、かけてもなる、あ、止まりました、はい、ちょっと今エンジンかけちゃいましたけども、メディア関係は一通り、これテレビとかもついてるんですか。ついてます、はい。なるほど。テレビはすいません、え、ないんですか。映りがあまりよろしくないです。あー、なるほど、はい、まあ一応ついてる。ついてます、はい、メディアで、あ、まあ、出ますよね。なるほど。テレビあまりよろしくないですね。感度に何あり。いや、画像を見てください。あー、え、ワンセグじゃないですか、もうレベルが。いや、ワンセグ、まあ、レベルがね、はい、これはちょっとチューナー問題ですか。そうですね、だ、他でつける方の方が多いです。あー、なるほど、はいはい、あ、一応じゃあ改善しようと思えば、もう後付けで地デジをつけ直して、はい、ね、はい、表示したりもできると、はいはい、こういう、ね、あ、全部もう画面なんですね。画面です、はい、でエアコン、シートヒーターとか、はい、エアコンとか、シェードとか、サンシェードとか、はい、なるほど。でシートヒーターがついてると、はい、ベンチレーションとかはないと。ないです、はい。カメラチェックしていいですか。ん、カメラチェック、はい、あ、そうですか。ナビ、ナビですね、はい、地図、あ、全然、はい、全然っていうかちょっと先代のイメージがちょっとあったんで、はい、え、普通に普通ですよ、普通です、はい、使えるじゃないですか、はい、でカメラチェックに行くと、はい、あー、なるほど。で、え、360度もついてるんですか。ついてます、バッチリじゃないですか。で、なるほど、はい、マセラティの、はい、このシフトのダメなところ、はい、なんですか。パーキングに入れづらい。バックに入れづらい。そう、パーキングに入れづらい、はい、あ、パーバックに入れづらい。ちょっとどこに入ってるか少し分かりづらいですよ、ね、一回ドライブ入れてみてください。で、バック入れてください。あれ、もう重いね結構みんなパーキング入れちゃうの。でもさっき動かしたから。あ、そう、はい、さっき動かして加減が分かってるから、はいはいはい、加減が、ね、確かにこれ どこがあれか分かんないですね、はい、それはちょっともう1個ずつしかこうできないんだったらもう分かりますけど、はい、ガチャガチャとかもできちゃうわけじゃないですか、はいはい、ちょっとこの加減は慣れないとちょっと、なんでうわーってなると思ったの。申し訳ございませんさっき1回練習しちゃったっす、はいはい、まあ、ちょっとシフトは癖があるというか、はい、癖があります、はい、まあ、慣れれば全然、それは全然全く問題ないんじゃないでしょうか。で、この辺が足回りとかモードの切り替えボタン、はい、でスポーツになれば音も変わりますから。あ、なるほど。ちょっとこれ後で聞いてみたいと思います。ちょっと一回止めましょうか、はい。そしてこの辺のセンターコンソールの高級感もすごいです。カーボンのパネルがどでかいのがついてます。で、ちゃんとこれ目が全部揃ってるんですね、蓋とかも。この全部折り目が、まあ、当然といえば当然ですけど、はい、全部揃ってるっていう。で、この辺小物入れとドリンクホルダーとしっかりついております。そしてここは左右に開くタイプで小物入れが割と容量が。そしてこの中もちょっとドリンクホルダーっぽくちょっとへっこんでるんですかね。で、シガーが中に1系統ついております。いや、このダッシュボードの高級感いいっすよ。ステッチが入ってて。そしてピラーとか天井は黒のファブリックで、はい、ちょっとふかふか系のファブリックですよね。そんなのが使われております、はい、そしてサンルーフはこんな感じでしっかりついております。ちょっと開けてみましょうか。ちょっと小島店長スタンバってるとこ申し訳ないですけど、もうちょっと待ってくださいね。全然大丈夫ですサンルーフオプションです。あ、これオプションなんですね。オプションです。なるほど。こんな感じのサンルーフもついてて、はい、で、今回のお車はレーダーだったりドラレコの欲しい装備もやっぱり、はい、一体式のやつですね、はい、しっかりついてると。そして行きましょう、リア。待ってました。わー、はい、広い。広いです。広くないですか。広いです。あ、ここら辺はねあれですけど十分ですね。もうゆったりですね、はい、足元も超ゆったりです、はい、です。で、一応バイザーも、あ、なるほど。シェードも、はい、
シェードの開け閉めどこですか。これここですね。ここに移動して1段階で開ける、でもう1段階で開かれですね。あ、なるほど。これ後ろもついてるんですよね、シェードは。はい、後ろのシェードもついてる。で、ここでここでも調整できます。なるほど、この前のところで調整。こういう感じで、おしゃれ。ちょっと行こうかって感じでしょ。はい、はい、ちょっとこれおしゃれですね、はい、なんかもうちょっと正直言うと、そのソフトクローズがないとか、はいはい、ベンチレーションないとか、はいはい、ちょっとあないのかっていうところはあるんですけど、はいはいはい、もうそれを帳消しにするこのおしゃれなインテリア、はいはい、この、ね、最高です。空間がやっぱりいいですよね、はい、いやちょっと相当広いですよこれ。後ろ来たらちょっと僕乗っていいですか後ろ、はい、十分です。いやもう超広い、超広いです、はい、こんな広いんですね。広いです。もう全然こう乗れるじゃないですか、はい、一応身長いきますか。170、僕175です、はい、ただ天井はちょっとこの車のスタイリングのせいなのか、そう、はい、このサンルーフのメカが閉まってる、あ入ってるせいなのか、まあね、ここがちょっとこう出っ張ってて、天井のこの低さというか圧迫感は、ね、ここがちょっと低いですよね。低い感じがしますね、はい、でも別にそんなに中超広い、はい、そしてこの辺はドリンクホルダーが、はい、ついてて、この辺もちゃんと全部真っ赤かなんですね。真っ赤かというかワインレッドなんですね、はい、でこの小物入れもしっかりついて、あちゃんとシガーが 2K と、はい、USB です。あ USB なんですね。 USB です。シガーと USB、はい、充電できるんです。え刺されたんですか。刺されて刺された仕留めたはずが刺されてたんですか。いやこ使いますよそれ使いますよ。はい、まあ、どうぞどうぞカメラマンに編集大変なのですって、はい、ちょっと怒られちゃった。そしてシートは固めです。固めですね。そうですね、はい、背中もかなり固めです、はいはい、なんでしょう本当に高級家具みたいな、高級ソファーみたいな、うん、はい、もうすごく張りのあるシート、はい、なんでシートベルトしたんですか今。シートベルトいや赤だったりする。あそうですね、何色なのかなって気になる。あ確かに確かに、まあ、シートは黒。あ意外に普通でしたね、はいはい、確かに。なるほど。で僕ちょっと意外だったのはこのここ、はい、ネットなんですね。ネットです。これレザーのこの何ですか袋というか、はい、とかじゃないんですね、はい、分かって言っていいですか。何すか。僕たち的にはネットの方がいいです、はい、え、なんでですか。なぜかっていうとこれ昔これあったんですよ、はい、こういうやつもあるんですし、はいはいはい、弱いんですよ。あ下手っちゃう。結構壊れてあって、あここアッシー交換なんですよ。それ高そうですね。高くなっちゃうので、だからこういう簡易的な方が、なるほど、あの僕たちは壊れないで、あ確かにこっちの方が、まあ、もちろんね蓋があった方が高級感はあるかもしれないですけど、非常にねここは弱かったんですよ。あなるほど。結構みんな入ってくるとバッコバコになってたりするんで、そうするとなかなか耐久性はかなりアップして、耐久性はいいと思います。でもちゃんと同色ですもんね。なりますから、はい、そしてこの下ちゃんと足がちょっと入れられる、うん、そんなスペースに、はい、こうちゃんとゆったりありますもんね、うん、だから相当ゆったり本当に、はい、お行儀悪くちゃんと座れちゃいますね、はい、お行儀悪くね、はい、いやいいっすよこれ広い、めちゃ広い。そしてこの辺がさっき言ってたリアのシートヒーターとシェードが、はい、使えると。でエアコンのちょっと吹き出しもちょっとおしゃれな感じで、ね、これがちょっとこう曲がってると気になっちゃう感じだね、このそうっすね、そうっすね、ラインが、はい、ちょっと風の当たり方無視して揃えたくなっちゃいますね。そうそうそう、はい、あそういうとこですよね、はい、おしゃれ優先です。おしゃれや我慢、はい、おしゃそうです、おしゃれ我慢ですか、はい、そんな快適性ばっかり求めちゃダメですよ、はい、いやいいですよ、はい、こんなリア周りでございます。だからもうだからツッチ目が超えてるから、いやいやいや普通に見ちゃうと、超えてないですよ、はい、どうぞ普通です。あ V6 なんですね、はい、V6 です。なんかこのボディのサイズからすると、はいはい、もっとこうゴーンっていうのを想像してたんですけど、はい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 、でもマセラティがこれ選んでくるってことは、はい、期待逆にしちゃっていいんじゃないですか。まあ後でちょっと試乗またね、はい、乗っていただければと思いますけど、はい、馬力が400ちょっとですよね、はいはい、だからまあもちろん V8 エンジンありますけど3.8 でしたっけ、まあ、GTS です、ね、GTS は、はい、はそれだともうちょっとギュウギュウになるってことになります、ね、もう1等分、はい、なるほど。ただやっぱりこうレイアウトとかなんかちゃんと考えられてて美しいですよね、はい、なんかボーンって乗せましたっていうよりかは、ね、なんかちゃんと考えられてる、はい、
でこのカバーなんかもちょっと結構かっこいい感じの、はい、こんな感じ。だからまあ先代のクアドロポルテって、まあそのね、フェラーリのエンジンの感じがありますけど、はい、そういったところに関しては、まあ、耐久性とかまあ信頼性は良くなってますけども、まあ、ちょっとどうしても先代のイメージがあるんで、ちょっと寂しさを感じちゃいますね。寂しさを感じる部分ありますけど、はいはい、それはこれから乗っていただければ、なるほど、はい、ちょっとこうイメージまたガラッと変わると思います。わかりました。ちょっと乗ってみたいと思います。はい、じゃあ店頭周り見てみたいと思います。お願いします。これスモールですかね。一応この上のチューブと横のこのオレンジ色の LED が光ってます。そしてロービームはプロジェクターが、そしてハイビームはそれが上に持ち上がる感じですね。そしてウインカーはこの内側とミラーの端が光ります。スモールはこのテールランプの外側とあとこの横の LED3 つが光る感じですね。そしてブレーキはこの外側とハイマウントが、そしてバックはこのそれぞれ内側が光ります。そしてバックフォグは両サイドトランク側が光ります。そしてウインカーはちょうどこのブレーキの下の部分ですねが光ります。はい、じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。で一応バルブがついてるってことなんですけれども、一応ドライブに入れないとバルブが開かないってことなんで、グリッピングはできないんですけれども、こんな感じでバルブが開くようになってるみたいです。改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。 OK です。行きましょう。ちょっと待ってください。足の短いボックスセッティングしていいですか。っていうかちょっと見え張ってシート後ろにしたけど、後ろあのスペースですからね、はい、僕のこの足の短いセッティングしたら後ろどんだけ広くなるんですか。これ十分ですね。相当っすよね、うん、よし、じゃあ行きましょう。いやすげえポンコツ発言していいですか。はい、あの今サイドブレーキを解除するのにこの蓋を開けそうになりました。サイドブレーキの方ですね。ここですね。はい、行きましょう。ミラーこれか。 OK です。これ今回新品カスタマイズってことで、はいはい、もちろんタイヤなんかも新品です。ド新品ですね、はい、まだ皮も剥いてない感じですね。まだですよ、はい、ありがたいですね。まずそんなとこまでやらせていただけるなんて。乗り心地を、いや僕あの、うん、クアドロポルテって結構、はい、足回りバネだけいじると、はい、乗り心地あんま良くないイメージがあったんですよ、はい、いや今までのは良くなかったんですよ、はいはい、その IID のバネすごいいいですよ。絶妙なセッティングになってますか。セッティングっていうセッティングするのかな。いや冷凍とか、要はそのローダウンするときに短くするか冷凍を下げるかなんですよ、うんはい、だそのさじ加減で、うん、ダウンサスなんかどこでも一緒でしょって思ってる人もいるかもしれないですけど、うんうん、結構違うんですよ、うん、いやだこれ乗って正直びっくりした。あれこんなにいいんだと思って。だその前兆と冷凍絶妙なところに、うんうん、やっぱりクアトロポルテ今乗ってて車高落としたいなって方でも、はい、この IID のバネはすごいおすすめだと思います。バランスもいいですよね、うん、結構こう特にヨーロッパ系のものってケツ上がりになっちゃうんですよ、うん、ケツ上がりっていうかそのケツの方がダウン量がちょっと少なめで、うん、ちょっと前傾が多いですけど、うん、一応その IID のやつは国内で設計製造してるらしいんで、うん、その辺のバランスもかなり見て作ってるって言ってました、うん、うわーもう乗り心地いいっすよ。全然ローダウンしてる感ゼロ。ゼロですよ。ゼロです、ね、ゼロ、ほんとゼロ、はあ、これはね、私乗って完成した時に乗らせてもらってびっくりした。そしてちょっとクアトロポルテ初試乗ですけど。え、初試乗。初試乗。あ、そう。駐車場とかブーンって乗ったことありますよ。ああ道に繰り出したの初めてです、うん、でかい。え、でそんなでかい感じします。でかく感じます。あ、そうなんですか、はあ、そしてこの車のなんていうんですか、こう重厚感というか、うん、乗った感じはそんなに大きい感じしないですね。本当ですか、うん、なんかこのスタイリングなこっからなんかこうちょっとシュッとした乗り味をちょっとイメージしてたんですけど、うん、じゃあ本当にこのやってみます、はい、このこれ変えるスポーツスポーツサスペンションモードオン、うん、これ全部スポーツじゃない、はい、あこれスポーツモードですね。でマフラー音も変わりました、はいはい、もう全然聞こえますねこれ、うん、
だから本当にあの例えばお客さんが車を見に来てもらって、さっきも説明しちゃいましたけど、はい、このボタンを押してアクセル変わりますよなんて言って、はい、ブームやって変わんねえじゃん変わんねえじゃんっつって走んないとかあるんですよ。ドライブに入れないと音が変わらない。え、じゃあこれ逆にパーキングに入れたら音ちっちゃくなるとか。ちっちゃくなる。本当だ小さくなるんですよ。本当だ、うん、だとマセラティは全部そうですね。あ、そうなんですか。はい、レバンテとかもそうですし。そしてなんかこの辺が広いんですけど。そうです。あ、さっきのいちょっと間違えた。グランツはあのボタンを押せばもう普通になっちゃいます、ね。じゃセダン系は変わらないですね。セダン、SUV 系は変わらない。このシリーズ、このエンジンのシリーズになったやつは全部そうですね。ドライブにならないと音は変わらないです。なんか自分がちっちゃくなったように感じるんですけど、足元広いしこの辺広いし、やっぱりハンドルちょっと大きいですよ。大きく感じます。うわあ、もう全然低速の出足から音が違いますね。あ、そして少し引っ張ってる感が、うん、ああなるほど。あ、ちょっとスポーティーな足回りになってますね、うん。いや、音全然違いますね。違いますよね。ああ、でもなんか乗り味が本当にこの間の M6 と対極ですね。ああ、はい、どう対極？どっしりしてます。どっしりしてます。はい、このちょっとシュッとした見た目から本当にちょっとそういうんじゃないと思ってたんですけど、うん、本当にどっしりとしてます。ステアリングいい感じだな。なるほど。そしてめちゃ運転しやすい、はい、後ろも全然、もっとガラスが寝てるから見えないかと思いきや、うん、意外に見える。ちょっとじゃあこの先少しだけダッシュ、パドルやってみてもらった方がいいですよ。結構ダイレクトすごいダイレクト。本当だ、うん、わあ、めちゃめちゃいい音してますね。ダウンした時の音がやっぱり、はい、めっちゃいい音してます。ちょっと無駄にダウンしたくなりますね。早い、早くないですか。いや、ドッカンじゃないですけど、ドッカンじゃないですけど、はい、このでかい、十分ですよこのサイズ、はい、でかい重たいボディがゴワーって。いいな、いいですよ。あとはあれですよね、はい、IID でも出てますけど、バルブを、ああなるほどなるほど、なんて言いますか、任意的に開けるやつ、開けるっていうのもありますよね。この踏んでった時の音めちゃいい音してますね、はい、なんか V6 なのを全然忘れました、はい、そう V6 って感じしないですよね。しないですね、しないですよ、はい、そこら辺やっぱりマセラティの味付けはすごい、はい、絶妙なところに持ってってます、はい。まあ、正直サウンドで言ったら先代モデルにはかなわないですけど、うん、もう全然十分ですよ、はい、うん。シートヒーターどこ使っていいですか。まあ暑いですけど今日、シートヒーターベンチレーションソムリエなんで僕。本当に、はい、嘘です、ちょっと嘘です。でももうね、はい、いろんな車使用してるんで、いやいや本当に乗るまではシートヒーターとか、いや、ついてればどれも一緒でしょうと思ってたけど、全然違うですよ、うん、その温まりの速さと、ね、その温まる部分と、はい、うん、めっちゃ速いとこあるじゃないですか、もうすげえ熱くなるやつとか、うん、でもね、最近そのシートで言うと、はい、年取ってきたのかもしれないですけど、はい、マッサージ機能って今まで別にどうでもいいやと思ってたんですけど、あ、マッサージ機能のつけて、はい、やっぱちょっと乗ったんですけど、はい、あれいいっすね。いいっすよね、うん、残念ながらこれついてないですけど、はい、ああね、ついてない話ついてない、はい、ついてない話しちゃってますけど、そうそうそう、はい、でもこの車に関して言うと、機能に関してはもう正直、うん、もっと同価格帯でいろいろついてる車って多分あるじゃないですか、うん、ありますね、そこで選んじゃダメですね、うん、でもこれ新車額いくらか分かります？2000近いですよね。まあまあ2000までか、1580だからまあ1000ぐらいオプション入れたら700ぐらいかな、はい、GTS 2000いっちゃうんですか、はい、それが今ね800万円台ですよ、はい、お買い得じゃないですか。お買い得ですね、うん、でもこれはもう本当にスタイリングと
マゼラティっていうとこで選んでもらう。板車を乗るって感じですね。そうですね、うん、いやもう全然でもあれですよ、オプションでそのアシスタンスパッケージみたいな、はい、そういう安全装備の整備はついてるので。あ、そうなんですか。ついてます、ついてます。へえ。でね、マセラティのハンドリング、はい、レーンサポートっていうかレーンのやつは結構強引ですね、はい、行くなよ、行くなよぐらいな感じでグワッていく感じの早い。そういう安全装備もやっぱり国によってとかメーカーによって全然違うなっていう感じはしますね。いやこれいいな、ちょっとニヤニヤしちゃいますね、うん、前ちょっとあのとある方と一緒に試乗させてもらって言ってましたけど、うんうん、やっぱりちょっと色気のある車乗った時に何がいいって、うん、こうガソリンスタンドとかでこうちょっと見られてる感、うんうん、店員さんとかにちょっとこう視線を感じるのとか、うん、そういうのもやっぱり車をこういう所有する楽しみだよねみたいな。でその方はあの電気自動車に乗り換えちゃってガソリンスタンド全然行かなくなっちゃったらしいんですよ。でそういうのがちょっと寂しいなっていう。でやっぱりいろんなその車の楽しみ方あって、うん、ありますよね、はあ、うん、でやっぱりスペックが良ければいいっていう問題じゃないし、うん、まあ、それ人それぞれだと思うんですけど、まあ、正直そのスペックもなんかずば抜けてるわけでもないし、機能に関しても同価格帯にしたら、うん、まあ、どっちかというとちょっと寂しい方かもしれないですけど、うん、それをもってしてもやっぱりこれ色気ありますよ。色気はありますよ、はい、うん、だって見られてる感ありますもん。お、マセだみたいな。でもね、昔に比べたらマセラティって本当になんて言ったらいいんですかね、あの信頼性も増したので。確かに普段乗りといいますか普通に乗ってもらえる車になりましたよ、ね、うんうん、そんなにハードル高くないですね、うん、高くないですね、うん、でもわりかし乗ってる人があまりいないっていうので。確かにやっぱり特別感。ね、僕らも見ますよね、街中で走ってると。そうそう、うん、あ、マセラティだった、マセラティ、うん、だベンツの S はだったらその、はい、ね、まあパッと見る方もいらっしゃるけど、はい、まあ慣れちゃうとスッと、うん、あの風景になっちゃいますけど、マセラティだとやっぱり存在感が、うん、あとこのあの音もね独特ですよ、はい、この見慣れてる感がいいですよ、うん、でもやっぱマセラティの僕は魅力は、はい、新車との差額だと思います。あ、なるほど、うん、その価格代が、中古車になるとこれだけお買い得に買えるっていうのはもうすごい一つの魅力だと思います。そうですね、別に車がなんかこう悪いわけじゃないですか、ね、悪いわけじゃないです、人気の問題でやっぱり市場価格決まるわけだから、うん、もう全然力強い。もう一周待っといていいですか、ね、どうぞ。おかわり、おかわりで、はい、いや改めていい車だなと思って、いやついついなんかいろんな車紹介させてもらうと装備が豪華でパワーがあってなりがちですけど、ちょっと改めてこういうちょっと味がある。そうですね、うん、やっぱり色気ですね、色気ですね、いやまあ別にその車を選ぶ基準って人それぞれだと思うんですけど、やっぱり気に入ったの乗ってもらう方が、はい、一番幸せだと思いますよ、うん、ね、やっぱり全く機能を使わないって人もいるじゃないですか、はい、安全機能なんかほぼ使わないよって人もいらっしゃるんですよ。うわー、なんだろうな、このパトルとこの車の動きのこの何ですか、僕正直ちょっとギャップを感じるんですよ、うん、このめちゃくちゃスポーティーなこのパトルと、うん、はい、ちょっとこのどっしりとした走りのギャップを、逆にそれがいいっすね。なんかここ触るとちょっとグランツ感を感じます、ちょっと。ああ、そうですね。いいな。こんなでかいパドルもないですよね。しかもまたカーボンのこの、はい、な触り心地が。いやー、ちょっとこう本当はニヤニヤして乗らない方がいいんですけど、ニヤニヤしちゃいますね。ニヤニヤしちゃいますね。ちょっと人が多いとこ行きたくなっちゃうんですから、うん、あ、いい感じですね。ちょっと できればでもちょっとスポーツと普通のの方のメリハリがもうちょっと欲しいです、うん、もうちょっとマセだったら、うん、もうちょっと音大きくていいかな。マフラーの音ね、はい、はいはい、でマフラーもね変えられるでしょう。そうですね、うん、あると思います。
いいっすよ。ちょっとこんなのが似合う大人になりたいです。もう十分おっさんですけど。でもやっぱ今回みたいにちょっと手を加えてる、ホイール入れてブラックアウトしてるだけで全然イメージ変わるので、はいはい、なるほど。正直ノーマルだとね、ちょっとやっぱりその大人すぎるイメージがやっぱりどうしてもあるので、はいはいはい、で今回新品でカスタムでいろいろされてるんで、まあ、お得ですよね。お得です、お得です、はいはい、後からやってもらうより価格的に、はいいいねはい、かなりお得に仕上げてあるということで、はい、だからそのね、市場を見ていただいても、はい、まあ、根付けとしては、はい、同じぐらいの距離で、はい、ノーマルと同じぐらいの金額で、あ、本当ですか。ちょっと若干高いぐらいでやってますから。いや、かっこいいな。で普通で買ったら80万ぐらいしますからね、はい、しますね、はいはい、ブラックアウトまでいったら100万じゃあしてきますね、うん、まあ、時間もかかりますしね、はいはい、パーツ外して塗ってもあるんで、はい、まあ、その点考えるとかなりお買い得だし、お買い得ですよ、はい、お買い得尽くしです。いいなあ。これいくらでしたっけ。880です。800か。一応当時、今日当時、はい、今日現在頑張っちゃおうかな。800だったらいけんじゃないですか。いけますかね。審査通ります。審査は通ります。本当ですか、はい、800でも例えばそのね、はい、まあ、いつも言うそのクレジットで、はい、例えば400万払って400万をお尻に持ってって、はい、まあ、その時に倍しちゃうっていう。なるほどなるほどなるほど。確かに、まあ、その辺含めて相談していただければ。そうですね。これはいいな。だから距離乗らなければクワトロフォルテもね、そこまでそんなにガクンって下がることはないと思うんですよね。そうですね、うん、まあ、正直その最初の新車から最初はちょっとこう落ち幅的には落ち率は大きいですけど、その先はもう緩やかですよね。だまあね、本当に一定基準かもしれないですけど、はあ、まあ、やっぱり1500万から2000万台ってやっぱりその動きはやっぱ動くんですよ。なるほどなるほど。で1500から1000万っていうのもまあ若干動きます、はい、で1000万から500万って輸入車ってやっぱりそんなには動かないんですよね、うん、動かないっていうか流動的にそのガーンって下がるってことはほぼほぼないので、はいはい、そこら辺をうまくこう選んでもらって乗り換えるっていうのもいいですよね、はい。ちょっと今度市場ちょっと人が多いとこ行きましょうよ。ちょっとこういう系の車は、はい、これ高速乗りたい、まあ、高速ちょっと乗ってみたいのもありますけど、うん、見られたい見られたい、はい、買いましょう、はい、買います。買っちゃいません。本当ですか。ダメです。ダメです。ちょっと渋谷のスクランブル交差点でも行ってみます。ちょっと自分の車になってからね。本当ですか、はい、見られたい。でも今回の車も土地には売りません。本当ですか、はい、おかしいな。これはもう多分あの即売ですね。これでも売れそうですね。売れます、うん、いやでもこんな得なんないですよ。で言い方変ですけど、はい、自分自家自産しちゃうのもあれですけど、はい、いいのができました。うん、いいのができました。いいのができました。いいのができました。本当に。いや、まあカスタマイズして販売っていうのはもううちの得意なところですからね、うん、そうですね。カスタマイズして販売している車ってば、はい、もう買い得感をやっぱり皆さん分かっていただけるので、はい、やっぱり支持いただいて、はい、結構売れるのも販売させていただくのもタイミングが早いんで、まあ、そのパーツの経緯もしっかりしてますしね。そうですね、はい、はい、まあ、その辺も安心して選んでいただける部分じゃないでしょうか、はい、どうですか。いや乗り心地良かったですよ、ね、いや良かったです良かったです。もうお手本のような高級車の乗り心地でした。いいな。もういいんですよ。もうノーマル買って仕上げよう、はい、仕上げます。で乗ればいいじゃないですか。ほらいいんです。いいんです。そんなちょっとバック入れづらいぐらい、もう全然そんな関係ないですもん。そんなのを帳消しにするこのスタイリング、うん、はい、ね、おしゃれさ。ちょっと癖があった方が好きじゃないですか。そうですよ。そうですよ。はい、いやもういい車。やっぱりちょっと若干僕最近スペック調になりつつあったんで、うん、はい、ちょっと改めてちょっと車の予想再確認します。 GTS もいいですけど S でもね、はい、いい車です。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナよりマセラティクワトロポルテ S グランスポーツをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。